1時間弱ぐらい、まあ、多分行っちゃうと思います。大体1人1分から2分の レジが5分ですよ。あのセルフレジなんでオーダー聞いてお金入れてまでが大体1分ぐらいかかっちゃうんですね。だから3、40人いたらもうそのまま3、40分でいくぐらいなんですけど、1時間弱ぐらいでいけると思うんですけど、はい、ないようにちょっと先にオーダー聞いてとかやってるんですけど。出店した、先月末です。ゴールデンウィークの初めに出してもらって、で他にこういうのがあるって言ったら和歌山の勝浦まで行かないとないんですよ。あと大阪もこれはないんですけど、カップとかは売ってるんですよ。こうやってすくってコーンで食べたりとかっていうのはないんですよ、他。あと、相撲は初ですか？神戸初です、はい。で他はあるんですか？他は、あの西は沖縄まで行かないとなくて、東は名古屋まで行かないと、あと南は和歌山。沖縄とかじゃあるんよ。そうなんですよ、はい、東京な、東京な、本当は本店は沖縄です。沖縄な、はい、沖縄のもともとアメリカのアイスクリームで、米軍さんがアメリカの基地に持ってきたんですよ。それを外に出してって広まったんですけど、なんでこの間みんな知っとるの今みんな沖縄行きたくても行けないから、はい、ここで我慢するわけ。そうなんですよ、もうここで我慢してもらって行きますよすいません、申し訳ない、並んで頑張ってな。あ、また来てください。今の言葉 YouTube アップしてもいいな。僕のですか誰か並んでく。4人でランチした後、須磨水族館の前をふらふらと歩いてると長い行列に会いました。それがこの店です。沖縄発祥のアイスクリーム屋さん、ブルーシールです。私は今日初めてこの店の名前を知りました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。諦めてローソンでアイスクリームを買います。いいやん。